こんにちは、ほなしちゃんです。たまこです。いつもありがとうございます。今日もたまちゃんと神社巡りということで雪の滋賀県の、ここはね坂本、坂本っていうところです。坂本にやってまいりました。はい。そして日吉大社、はい、日吉大社にこれから行きたいと思いますが、はい、じゃあなんで日吉大社なんだったかなと。なんか猿を祀ってある神社って珍しいんですよね。で、まあ、魔を猿とか魔を猿、まあ、結構ね、激動の時代に入ってきたので、行ってみようかなと思って。はい、はい、わかりました。では魔を猿ということで行きたいと思います。はい、じゃあよろしくお願いいたします。京都方面へお越しの方は一番乗り場でお待ちください。すごい電車。一番乗り場の坂本比叡山口行きが、あと電車があります。この電車に乗ってきました。そしてね、電車もすごいんだけど雪もすごいの。めっちゃ雪降ってるし、今から比叡山延暦寺じゃなくって見えたから比叡山延暦寺とか言ってる。比叡山じゃなくって日吉大社に行きたいと思います。行けるかも分かりませんが今から行きたいと思います。すごい石垣、加納州の石垣。そしてちょっとこれ見るんだけど、え、これ何？京都じゃんこっち。今ここ、あ違った、こっち、今ここ、今ここ、ほらあの鳥居ね、この鳥居ね、それね、この鳥居を目指してきた比叡神社の鳥居だね。比叡神社っていうのもあるじゃん、この鳥居だよね。石田三成、大、え、これなんて読むの？あ、吉じゃないのか、大よし、大よし、なんだかわかんない、調べないと、調べられてわかんない。じゃあ行こう。すごい雪だよ、すっごい雪、すごい雪になってしまいました。そこもなんだか赤い鳥居あるけど、ねえ、雪きれいだね。わあ、ここもすごいね、石垣が、見てこれすごい、さすが阿納州、坂本城のとこだもんね。私スニーカーで来ちゃった。私レインブーツで来た。私スニーカーで来ちゃったじゃん。私んとこ降ってなかったもんだって。こんなに降ってなかったよ。全然違う。でもタマちゃんのとこと京都だけどさ、私のとことまた違うからね。そうですね、うん、まあすごい、もう滋賀県は雪がすごいですね。すごいね、すごい、こんなに降ってるとは思わなかった。あら、あー、なんかすごいね。あー、綺麗ですけどね、めちゃくちゃ、うん、綺麗。これちらっとこういうとこも一応写しとこう。坂本作り道機構、これ誰の？日吉山王夫妻米寿、これね、なんかすごいお屋敷跡だらけ、すごいですね。なんかね、なんかね、お昼食べようかなと思ってるところもなかなかのお屋敷ですけどね。あ、そうですか、楽しみ楽しみ、お昼も楽しみ、おやつも楽しみ。なんだかわかんないけど。では行きましょうか。わあ、すごいね、このほら見て、おそばもね有名ですけどね、日吉そばだって。うん、あら、こっちもまた、これは何、え、神社とお寺、お寺と一緒になってるとこだね。金色のバス、え、
何ですかこれは。黄色のバスだった。珍しいね。でもこれさ、もう早く、わあすごい、ほら、あそこちょっと見て、これ何、あの岩がすごい、ここまで、ね、岩がすごいね、すごいですね、すごいよ、ほら見てこの石垣と、なんか桜咲いてるみたいに見えちゃう、雪が、ほら雪の桜が咲いてるみたいに見える。あ、ほらほら、これ阿濃州の石積みの石垣だって。これね、阿濃州ですよ、阿濃州、これだね、ここがそうなんだ。すごいですね、大きな、これ阿濃州の石垣、水流、うわすごい雪、水流れてる、ほら、うわすごい、秋田にいるみたい、私私の秋田にいるみたいだな、これ、こんなに今日降らなくたっていいじゃないのね、雪の花が咲いたようになってるの、ほらね、綺麗だね。ね、遠いね、5分ぐらいで着くんだったっけ、5分ぐらい、歩いて5分だった、なんか5分ぐらいと思ったけど、なんか地図で見てたら、何あそこ、え、小堀遠州の庭園があるんだ、へえ、うん、もう見えない庭園は今日雪で。わあ、ここも見てこれ、すごいね、え、これ普通のお家、お家ではなさそうです、お家じゃないよね、なんかお寺、あ、まあまあ比叡山あるからね、すごい、石垣もすごいよ、この大きい建物は何なんだろう、こっち、ここは、ここ何、学校？学校かな？延暦寺？なんて書いてる？ん？延暦寺、え、なんとか園？お寺だらけ。ほら、こっちも。聖観音菩薩って書いてる。全部閉まってるね。ですね。うん。開いてないのかもね、普段ね。ここだけ見て歩いてもすごいよね。あら、すごい。足りないな、これは。ちょっともう天気のいい時、もう一回来なきゃダメかも、これは。春がいいかもね。これ桜だもんね、この木がね。梅に雪が。梅に雪、どっさり。登り、いよいよ。いよいよなんかもう登りに入りました。登ってますよ、赤い鳥居が見えてきました。なんかこれ、わあすごい、ちょっと綺麗だね、すっごい綺麗じゃない、これもう雪の花が咲いてるよ、ほら、わあすごい綺麗綺麗だ、誰もいないかも、誰もいないかも。そしてさ、これこんなにあるんですよ、こんなに、あ、まあね、こんなにとか言って、さあ行きましょうか。え、これってさ、これ上登るの、これ登っていくの、もしかして早尾地蔵村ってあります、ここはちょっとまた
神社。え？どうやって行くんだろうこれ。これなんか中国っぽいですね。ほら建物これ見て。八角六角？六角形？六角っぽいです。うん。うわすごい、これ杉の木すごい大きいよ。文化財保護のために参拝祭祀入園料が必要なの？え、神社なのに。珍しい、ね、珍しいですね、神社なのに。ここもすごいよ。なんかこの辺もすごいよ。ほら愚峰寺走り移動だって。わあ、ちょっとこの灯籠がね、すごいな。どっちで読んだらいい？こっちで読もうか。え？厄除け大使。おみくじ大使だって。おみくじ大使。第四世天台座座主安寧和尚。知恵大使良言大僧正。若き12歳の頃、平山入山修行の決意を固められた定規であるところから久保寺と名付けられた。また古来より橋殿、あれで橋殿って読むんだ。橋殿または走りの地面にちなんで本堂を走り移動と称している。本尊は御自作と伝える原産大師尊蔵秘仏であり、観音菩薩の化身としての霊験は誠に新たかで。あー、このさ、原産大師どっかで見たよ私この間。知恩院のところだ。原大師なんかおみくじの人らしい。おみくじの人らしいよ。おみくじ考えた人みたいよ。おみくじ考えた人。秘仏だから見えないんだろうけど。あ、やっぱりこれ、ほら、たまちゃん、これ、あそこにいたあれがいる。この角の、角大使っていうの？へぇ、ね、これが、いろんなとこ貼ってありますね。貼ってあるよね。へぇ、角大使っていうことは、いい人というか。いい人なの？角生えてるから。わかんない。え、ここもおみくじ、自分で引くんだ。300円。そしてあそこの箱から自分で勝手に出すの？あ、多いですどっかもそんな感じだったよね。あそこ、そうそう、どこだったっけ。あそこですね。見たことないし、この感じが、これ面白い。だから下は関係なくって、これだけ。どこに、どこに？正面で。正面から、あ、本当だ。ほらほら、本当だね。こんな感じね。じゃあ行きましょうか。今日はね、雪ですごく綺麗だって。あ、ここに書いてる、なんか。日吉大社、日吉三橋って言うんだって。大宮橋。西本宮へ向かう参道の大宮川に架かる花崗岩製の石像反り橋だって。木造橋の形式をそのまま用いてます。天正年間1573年から92年に豊臣秀吉が寄進したと伝えられてるだって。大きな橋ですね。ああ、本当だね。神社の橋とは思えない。思えない。だからさっきの灯籠と一緒でさ、すごい古い。やっぱり古い感じがする。どんな感じになってんのこの川は。こっちがいいかな、これね、川。ほらこんな感じよ。こんな雪のね、雪はめったにないからねこんな日に来て撮影って。何？ここに来るきっかけになった鳥居じゃないですか。
そうだほら松尾大社で紹介いただいて、そう、ね、そう実はねたまちゃんが猿の話もしてて、はい、そして松尾大社でも、行ってみたいなって話をしていたら、松尾大社の、あの方なんでしょう、宝物館の方、宝物館の方が教えてくださったんですよね。そう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 。でここのこれ何鳥？三能鳥ってここにも書いてある。うん、三能鳥だと思う。上に三角の乗った。ね、これが、今この神社は、滋賀県の西側の山に面して立ってるんですよね。はい、山を背にして立ってるんだけど、これを、今琵琶湖の方に向かって、この鳥居の方から拝むと、全国の神社の神様にお参りできると。なんかこの間から全国ばっかり出てくるね。あそこどこだっけ？吉田神社。吉田神社も全国の神様にお参りできたじゃないですか。ちょっと欲張りな感じの、でまた今回も全国のすごい雪なの。やだ、長靴いったじゃん。やっぱりあれ長靴いります、ね、長靴いるじゃん。もうまたスニーカーべちゃべちゃになりそう。これ雪払わないと。そう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 、すごいよこれ。来ました。ほらここですよ。なんかこのパンフレットには、神仏集合の信仰を表す独特の形、合掌鳥居とも呼ばれていますって書いてある。ああそうなんだ。合掌ね。合掌ね。ここ三の鳥居ってここちゃんと書いてるね。日吉社神道秘密記ってあるんだ。総合神門って書いてる。日吉大社独特の鳥居で、東に向かって伊勢の神宮をはじめ、東日本の神々を、西に向かっては西日本の神々をそれぞれ拝することができるって書いてる。このことですね。このことなんですよ。このことなんだ。すごいね。すごいね。じゃあたまちゃんにお参りしてもらわなきゃ。ここからこっちとこっちとね。まず西日本の神様に。はい、西日本の神様にお願いします。はい。はい。反対からね。はい、反対から。はいはい。東日本の神様に。はい。綺麗ですね。綺麗だね。ということでございます。うわーすごい、すごかった。すごすぎ、すごすぎ、すごいですね。これだけ維持しようと思ったら、そりゃいるよね。300円、神社なのに300円。マサルさん、マサルさん、あ、ここですね。あ、そこなのね。マサルさんですね。これは神明だって。塗料が、ああ新芽の塗料ね。マサルさんって、ええマサルさんって何、本物？え、本物の猿がいるの？そうなんだ。本当に本物のお猿さんいたんだね。これね、佐渡月にはそうなんだよ、お猿さんがいるのよ。京都御所の鬼門の北東に佐渡月と呼ばれ方位の勝、鬼門守護、厄魔除け、何よりも勝、将軍必勝、向上、尊ぶ日吉大社の勝さんが祀られています。で、お猿いるの本当に。ちょっとこれ網網でわかるかな。何食べてる？この方がいるね。前歯が抜けてる感じ。本当だ。わかるかな？これ映像で。こ
ここにねお猿さんいるのよ本当にね。へえ、びっくりした。本当に本物のお猿さんいると思わなかった私。猿ヶ辻にもいるんだけどね、偽物だけど。なかなか本物はね、なかなか本物をねここにね。へえ、驚。これはお猿さんは神様のお使いで、はい、神様、あ、猿、神猿と呼ばれ、うん、あ、それ神猿と書いてマサルと、マサルっていうのね、神猿でマサルっていうんだ。はい、マが猿、うん、何よりもマサル、うん、勝つですね。勝つね。そしての縁起の良いものとされてきました。へえ。お猿さんの餌代、餌代かかるよね。お猿さんの餌代もかかるわ。本当の、ね、本当の本物のお猿さんいるんだもんだって。これウサグーってウサ八幡と関係あるのかな。うーん、これね、ウサ、はい、ちょっと行ってみようか、はい、大きいよここも。本当ですね、うん、この間ほら、あの石清水八幡宮に行ってきたからさ、うんうん、あの辺ちょっとうろうろしたから。一つ一つのね、うん、食べ物が大きいですね。ここはほらこんな感じで、こっちも大きいね。すごい、あそこになんかあるよ。岩倉、あれ何、なんかある。うわー、何あの狛犬、すごい狛犬いるよ。ちょっと大社拙者うさぐう拝殿、うん、これはなんか拝殿の話ばっかりだね。本当ですね。この拝殿は慶長3年1598年に建てられたもので、本殿と同じ時期のものって書いてる。くるっと回れるみたいなんだけど大丈夫。このほらすごい、ここ、あ、ちょっとね屋根がわかんないんだけどね、雪で、はいはいはい、でもちょっとひわだ風も感じるよね。わー、すごい、何この狛犬、すごいじゃない。あ、そしてこれ立花、あー、本当だ、雪かぶってる。ほら、タゴリ姫の神だって。あ、タゴリ姫、うん、昇進士って書いてる。あ、やっぱりほら大分の宇佐八幡と一緒って書いてる。姫だけ祀られてるんだって。ほら、これちょっとすっごいよ、これ。これ相当古いわ。すごい古いですね。すっごい古いわ。ほら。これね。そしてまたこれほら、赤いね、あれだね。この社殿のこの、なんていうの、階段のとこのこれね、赤いのよ。そこなんか、よいしょ、よいしょ書いてる。なんて、なんて。この本殿は、桁た雪御殿、狩馬三元、比叡造り、日和田吹きの建物です。あ、やっぱ日和田吹きだ。西本宮本殿、東本宮本殿と同じく、比叡造り、正体造りの典型的なもので、うん、三元、二間の宮の前面両側面に一間の庇を巡らし、側面や背面に特色があります、うん、他とはほとんど同じですが、正面の階段前に吹き寄せ格子という入れた障壁が設けてあるのが大きく異なります。また高い床下には大きな岩が露出していて、何か意味ありげなものです。慶長3年1598年に建てられたものです。明治34年1901年8月に国の重要文化財に指定されました。岩ってどこにあるの、見えないですよね。高い、露出してる、露出してるって、高い、この建物の中にあるってこと。あー、じゃあ岩倉の上に建たってる可能性があるってことですね。ねえ、ここ
すごいよ。あそこも岩になってるけどね。あ、そうですか。あれも岩だけどね。やっぱりこの下なんだろうね。見えないんだ。でもあそこにほら扉があるじゃない。そのたまちゃんのとこのこれ扉じゃない。ここに扉があるのよ。なってるんだと思う。多分これ扉だよ。ここ。これは何？これは何なんだろう。何も書いてない。何かでも何かだよ。これ多分。何かだと思うわ。どう？来てる？何か。何かある感じね、これ。何かあるんだって、これ。ここも着てらっしゃる服は双葉葵。ほら、これ双葉葵だよ。私たちがよく行くところ、双葉葵。双葉葵多いですね。多いね、双葉葵がね。ここには石の説明があるじゃない。大徳岩、西方の守護神と言われる隣の祇園岩と、さっきの祇園岩ね。日吉大社の霊石の一つです。水牛に乗っているのが特徴です。え、何が何がこれね。わすごい。これもね、何が水牛に乗ってるのが特徴なの？意味わかんない。あら、すごいじゃないですか。へえ、すごいんだけどな。え、これ何？石のこの作りが、これちょっと初めて見る。あれそうだ、手水舎だよ。でもこれ、こんな手水舎あるんだ。なんかこれさ、ちょっと洋風な感じもするよね。そうですよね。あの、あそこに似てる、なんとなく。あの、清水寺のたまちゃんが水飲んだところ。水ちゃーって流れてるじゃない。はい。音羽の滝のなんとなく作りに似てる雰囲気がこれ。似てますね。音羽の滝の雰囲気の建物。これ生水です。飲まないでくださいって書いてる。ここから出てるよ。え？何これ。うわー、ちょっとすごいよ、あそこの岩も。え？こっち何？なんかそこから先は行けないみたいですけど。すごくない？何これ。橋かかってたんじゃないのこれ。そうですよね。道になってる。わあわあわあ。それともここで終わってたの。終わってたのかな。何これ。で、あそこ上に登っていけるようになってたんだじゃん。で、で、あそこもすっごい岩だよ。あ、ほんとだ。あ、ちょっと見て、ここの岩すごいじゃん。もう行けないんでしょ、あそこ。なんかお店があるんだ。ほら、岩。すごい岩だよ、これ。ほら。巨石。すっごい巨石。これちょっとわかるかな。雪だからあれだけど。すごいよ、巨石だよ、ここ。そして巨石と石垣。で、これどうやって作ったの、これ。橋なのか分かんないけど、分かんない。すごいわ。西本宮ね。あそこに何か書いてる。あ、説明が多いですね。そうだよね。なんか、
文化祭になって、重要文化祭とかの指定文化祭になってるから、作りのことか。荷塗りだそうです。あー、荷塗りだ、荷塗りだって。やっぱり荷塗りなんだね。四隅には猿の彫刻って書いてる。へー、どこに。学術の資料はまだ発見されていませんか。はあ、あ、ほんと猿いるわ、そこに。ちょっと見ます、これ見て。わかるかな、どこだろう、私がくるくる。どこに猿がいる、どこに。あ、四隅のとこに、これ、猿。あ、本当だ。屋根の下。覗いてる。猿いるでしょ。だから、あっちにもいるんだよ。いますね。猿いるでしょ、ほら。四隅にいらっしゃいます、ね。四隅に猿。ますます降ってきちゃった。あれ、おかしいな、もう本当におかしいわ。大ナムチの神、大ナムチ、大ナムチになってるんだね。はい、大ナムチ、天智天皇の御代、大月を遷都の翌年668年、大月王の守護神として古くから朝廷の厚い信仰を受ける奈良の大宮神社からだ。あ、一緒ですね、うん、確かに、うん、大宮神社からなんだ。お、織田信長出ました、うん、織田信長出ました。の比叡山焼き討ちで全ての社殿が焼失しましたが、うん、西本宮は最も重要な神様であったため、信長の死後いち早く再建されましたって書いてる。そうなんだね。そうなんだね。ん？秘密山の曼荼羅に西本宮が載ってるってことですかね。そう、秘密山の曼荼羅。なんか秘密って書いてるからさ。秘密なのかな何がって秘密なのかなと思って。玉ちゃん、またね、おみくじお願いしますよ。開けてみます。開けてみましょう。はい、取れました。今日は無事。はい、います。はい、マサルみくじは、ハリアン祥福のおみくじ、はい、大吉。すごい、大吉出ました。あなたの周りに多くの人や物が集まってくる。できるだけ他人の世話をし、信用の増大に心がけること。わかりました。はい、すごい大吉出ました。たまちゃん、大吉。はい、信用の増大に心がけること、はい、いいですね。いいですね。仕事、流されず自分を信じましょう。はい、ちょっとそれに関係するようなことが起こりました、前回。はい、自分を信じます。はい。健康解放、はい、商売、掃除や整備、整頓するとき、当たってる。当たってる。お猿さん、当たってる。予習より復習を重んじましょう。はい。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。大吉大吉、ありがとうございます。作りは一緒だね。うん、ね、じゃあこっちから行きましょうか。カツラ、カツラの木、カツラの木だって。これ竹だよね。笹っていうの。笹か。あそこは立ち花だったよ、さっきのとこ。うん、純度こっちだって。わ、雪落ちてきてすごいよ。わあ、でもこれもほらキラキラのがついてるんだね。これ菊花門？何言われてた？八田の鏡とかにも似た感じはある、ね、なんか菊みたいな、普通の、はい、菊の花みたいにも見えるけど、この普通のこっちは何枚なってるの？これほら、なんかこっち側はこれも菊か。そうですね、これも
真ん中の花びらだけ数えると16です、ね、うんうん、なんかさ、これ見たらなんか和風なような洋風なようなにも見える。そうでしょうね。でこのほら石垣がね、大きいのと細かいのと組み合わさってるのこれね。ね、あ、これでこっちに来るんだ。これがこっち鎌神社、鎌神社、大宮鎌殿社、沖津彦の神、沖津姫の神って書いてる。家庭守護、料理上達、なんか食事すぐるあれみたいだよ。かまどの、あーほらやっぱりね、ほらここにもね双葉青いそしてなんかこれ宝船なんかそんなの見えちゃった。あー、それでこれなんだ、包丁塚、これ包丁塚だって。ケヒ社、中愛天皇だって、ちっちゃい子供さん、ちっちゃい子供の天皇、中愛天皇だって、うん、第14代、え、なんか福井県駿河市に越前国一の宮ケヒ神宮が鎮座する大和武の子、皇后は神宮皇后、応神天皇、八幡神の父って書いてある。でしょまた、こっちが宇佐かまど社だ、こっちはね、かまどさん、神様、そしてそしてとか言って、そしてこっちが宇佐若宮、宇佐若宮って書いてるよ、宇佐若宮聖女って書いてる、仕立てる姫の神、仕立てる姫の神、この人謎ですね、なんでだろう、なんで聖女なんだかわかんないけど、なんかあれだね、キリスト教っぽいね。そうですね。キリスト教っぽい。うん。ぽい。キリスト教っぽいよ。ここ。あ、怖い、これ。見て、この階段。ほら、雪で。わー。転ばないように降りなきゃ。スニーカー大丈夫。スニーカー大丈夫なんだけどね。あの、ほら。私はほら、雪国の人だからさ。歩き慣れて。雪の歩き方はね。ちょっとわかるんだけどさ、私はあまり、そうだよね、そう、たまちゃん広島だからわかる雪占ってわあ、ここもなーに、ちょっとこれ、うわー、なんですかこれ、滝に、これ滝だって、滝にお金を入れないでくださいってなってる、滝出てないよ、水止まってる、水が止まってる。ここもまたすごいな、この社殿が。ここは何だろう、ここもなんかあるけどね、雪でわかんない、なんか岩がいっぱいある、白山、誰、白山宮、あ、くくり姫だ、双葉杉、御神門双葉杉だって。ここもほら、赤いね、ここも。そうですね。すっごく赤い、なんか。このアッシャーがいいとちょっとなんか、ね、違った感じがあります。赤、だから赤のね、平安神宮の赤と違うのよ、色が。あ、そうですね。あっちはもっとこう、なんていうの、オレンジがかった、赤でしょ、ここは本当にね、赤いの、ここは
あーすごい、もう足が剣の宮社、ニニギの御事だって。ニニギさん、うん、ここはここ白井魔社、大ナムチの神だね。そして八坂社、スサノオだ、スサノオさん。そしてああ本当だね、菅原道真さん。わあすごいよこの山、山すごいですよこれ。でこの石垣と、うわすごかったすごかった、終わった、これで終わりかな。次東本宮はこちらからおすすめあ東本宮ってあるのね、はい、じゃあそっちに行きましょう。こんなすっちゃん、ね。